こんにちは、まーです、オクトパストラベラー大陸の覇者やっていきたいと思います。はい、ということでね、だいぶお久しぶりです。はい、いつぶりなんだろう。一応ね、毎日ログインして、まあ完全なログイン勢ではあったんですけど、やめてはいませんでした。はい。で、前ね、このオクトラ、実況してた時、最後1月だわ。じゃ、2、3、4、5、4ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。結構ストーリーをちょこちょこやったりとか、まあ、あとはガチャ引いたりしてたんですけど、やっぱ私、こう、ちょっと物語、まあ、特にその一応オクトラはさ、こうスマホゲームになったので、まあ、サブクエとかさ、でキャラもやっぱスイッチの時とは違うじゃない。ガチャでいっぱいキャラいて、その人たちのサブクエがあったりとか、いろいろやることがやっぱり多いっていうのもあって、なんかこう、なんだろうな、メインストーリーなんていうのかな、とりあえずなんかうまく実況ができなくてなんかあんま苦手なんだろうね、私ね。なんかそういう物語の実況みたいな、そうで、やることも多いし、なんかこうどこまで皆さんにお見せすればいいのかとか結構悩んで、で結局動画にはしなくなったんだけど、まあ、結構こっそりぼちぼちやってたんですよね。ガチャも引いてたし、まあメインストーリー進めたりとか、まだ全然進んでないんだけどね、結構やってたんですよ。はい。で、ブレイブリーデフォルトコラボ今来てるじゃないですか。で、私すごい好きなんですよ、全シリーズ。ブレイブリーシリーズは全部やってるので、最初のもセカンドもこの間出た2ももう全部プレイ済みなので、まあすごい好きなので、そのコラボを機にね、ちょっと動画出そうかなとか思ったんだけど、どうしようかななんて悩んでる間に、うずうずしてめっちゃガチャ引いちゃって動画にしなかったんですよね。なんだけど、まあ今回ね、まあこう素直にね、喜んでいいのことなのかわかんないんだけど、まあちょっと長時間メンテがあったじゃないですか。で、プロデューサーレター来てるね。そうそうそう。で、まあ、今回はブレイブイデフォルトの、アニエスだったっけ？合ってる？もう懐かしすぎて。まあ、この間ね、イデアとか来てたんだけど、まあ、今回その実装するメンテだったと思うんだけど、で、私この日さ、ちょうど仕事休みでさ、ちょうどやりたかったのにメンテでやれなくてわーみたいな日だったんだけど、5時過ぎてもね、メンテが終わってなくて、あ、1回終わったのかな、終わって開いたものの、なんかいろいろ不具合があったみたいで、緊急メンテ入ったんですよね。で、それがね、結構ずっと夜中、もう次の日とかも結構ね、今日だよね、今日の0時とかにやっと終わったんじゃなかったっけ。で、この空いた期間、空いた時間の中で結構ガチャを引いた人とかもいたみたいなんです。まあもちろんそうだよね、メンテ開けたら引くよね。で、ただこの緊急メンテは結局そのデータベースの調整の際の作業ミスで、データが一部欠損した状態であることが確認できたってことなんだけど、これをこう修復するためには、まあ、ここにも書いてあるんだけど、データを巻き戻すしか方法がなかったらしいんですよね。私もその辺のこと全然わからないんですけど、で、結果としてこの緊急メンテに入るまでにガチャを引いた人とか、その時のみんなデータが消えちゃったわけなんですよね。はい。なので、まあ、今回そのお詫びとして、実質ね、アニエスが無料配布みたいになるのかなってぐらいの、そのステップアップを無料で弾けるっていう、まあ本当に嬉しいです。私みたいに無課金で、なおかつその時間何もこうガチャを引いたとかもしてない
私みたいな人にとってはすごく嬉しいことなんですけども、なんだろうね、やっぱりオクトラ結構メンテ多いよね。なんかこう緊急メンテすごいやってるイメージがあるから、まあそんな多くないかもしれないけど、割とやってるイメージがあるので、なんかこう、まあちょっと不安、一ユーザーとしてはやっぱちょっと不安になるっていうのと、やっぱこういうことがあるとさ、やっぱこう離れちゃうユーザーもいると思うんですよね。で、やっぱ毎回こういうのが起きると思うのが、やっぱり課金してる人っていうのがさ、まあ、一番こう報われないというか、だからそこがね、ちょっとこう最初に素直に喜べないって言った理由なんですけど、嬉しいですよ、すごく嬉しいんだけど、そういう人の気持ちも考えると、なんかわーい、無料イエーイって、もうちょっと言えないなーなんて、ちょっと思ったりもしました。はい。結局ね、その時引いたガチャでめちゃめちゃさ、今まで欲しくて出なかったキャラが出たとしても帰っては来ないし、もうそこのデータは戻せないわけだからさ、なんだろう、いくら石とかが返ってきても結局ガチャって運だし、ってとこを考えると、ね、ちょっと切ないなっていうふうに思いました。はい。で、これ見ればいいのかな。まあ、配布でね、ルビー500レベル1アップベリー30個すごいよね。そうで、そう、ブレイブリデフォルトのコラボ導きアニエスが2週限定無料実施。合計100連分。まあ、だから実質配布みたいなもんだよね。っていう。やばいですよ。まあ、ありがとうございますなんですけどね、本当に。なんか音鳴ってる？あ、鳴ってるよね。はい。ということで、ちょっと待って。あ、これ9もある。まあいいや。さ、ちょっと久々なんだよね、やるの。待って待って。これがあれか。かかるやつだね。これだね。すごいね。無料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 って。そっか、1、2、3、4、5ステップあるから。いや、そうだよね。実質アニエス配布だよね。はい。ということで、運営さん、長期メンテお疲れ様でした。本当にありがとうございます。私、100連引かせていただきたいと思います。いきます、みんな。はい。てか、アニエスのさ、紹介動画で思ったんだけどさ、こんな声だったっけ？もうさ、何年前だよって話だからさ、ブレイブリーデフォルトやってたの。すごい、なんか、こんな声だっけっていう族に憧れ、違和感があった。もう忘れちゃってるもん権ね。力者になるために、いや、でもブレイブリーデフォルト2も良かった。みんなの非ため常に、に良かったですね。泣きました。そんな号泣ってほどじゃないけど、泣きました。素敵な旦那様はいるけど、こなそうだな、これ。いつか必ず夢を。結構ね、こそれこそね、僕は次ぐらいでちょっとボックス紹介みたいな動画出そうかなって。あ、まあこれをね、機にね、オクトラのちょっと動画方針、なんだろうな、なんかこう私も変に考えすぎてた貴か族にら、憧れる。動画の方針も決めたから、またオクトラ動画はね、再開したいなと、爆死やん思ってるんですけど、ステップになりました。ありがとうございます。そう、なんだけど、そう、で次ボックス紹介みたいなの出そうと思うんだけど、あ、キャラ紹介。ブレイブリーデフォルト2の、なんだっけ、アデル、アデル。いや、最近ほんとド忘れ激しいんだよ私のね。よやくばないよ過去ね。なんてね。そう、アデルの時、私はコニー。めっちゃ引いた。溜めてたしぶっぱした。秘密でね、のまあ言っち女ゃう神。とね、無事ゲットすることができました。はい。秘密ので、ね、その時に結構ね、めっちゃ引き良私かっでたよんだく。よね。す彼ごい女の引い思いた。を届けないと。だから星5もね、ちょっとずつ増えてきました、待って、私。
ただ全然ね、進めれてないし育成も追いついてないのが現状なんですけど。いやこれ爆死やな、これも。まあ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 、無料で引かしてもらってるんでね。そしてオクトラのガチャ結構渋いからね、もともと。だからこれぐらい全然だよね。でね、イデアのガチャはね、引かなかったんだよね。アニエス来たら引こうと思ってたから。まあもちろん全部揃いたいとか思ったんだけど、やっぱその無課金でね、やってるからと思って。そしたらまさかね、こんなことになるとは。まあ誰も予想しないよね、これは。アニエス待ってた人結構いるんじゃないかな。イデアもね、全然。おおおお、これ確定演出じゃん。早い、もう来た。早、マジか、ここで来た。びっくり。てか途中でああいう演出もあるのか。なるほどね。いやー激アツ。はい、ムービー入るね。いやーありがとうございます。私はアニエス、アニエス・オブリージュです。闇と戦い、いくつもの世界を旅してまいりました。あなた方も邪悪なる者たちと戦い続けているとのこと。私を旅団に加えさせていただけませんか。きっとあなた方のお役に立てるはずです。あ、そっか、私マーでやってるから旅団マーなんだもんねなんか話の流れでちょっと違和感あったね今ね。いやありがとうございます。はい、でも無料なんでどんどん引かせていただきます。いや、かぶっても美味しいのでね。でもこれアニエス2体は確実だよね、ここで来ちゃったらね。お、マイルズアップした。なんかさ、このさ、面白いのがさ、たまに見た目に反して星3だったり星4だったりするよね。でもさ、すごいよね。こんだけキャラいてさ、全員にちゃんとストーリーがあるっていうのが本当にすごいと思う。でさ、そのスイッチ版がやっぱすごい人気だったのもあってさ、こうプレッシャーっていうかね、うわやっぱスマホになったからうわっていうパターン結構多いじゃないですか。だからいい意味でね、オクトラは裏切られたかなって思いますね、正直。私正直絶対もうスマホ版に来たらダメだなと思ってたので。あ、これ確定じゃない、このなんか黄色い感じ。はい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 。なになに、全然持ってない星を着てもいいんだよ。そうだからね、結構そのいい意味で裏切られたなっていう、嬉しいですよね。あ、じいちゃん。誰だろう。またアニエスキとか来ちゃう。来なくない。神様に祈りを届けない。ああ来た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 。道案内を。また来たんだけど。あ、でもそっか、そうだよね、これステップ5だもんね。そうだよね、ごめんごめんごめん、そうだよ、そういうガチャだったわ、ごめんごめん。今自分がステップ何かよく分かってなかった。はい、ということで、いや60連目ですよ、ありがとうございます。本当にこれアニエス何本来ちゃうんだろう。いやでもこれを機にちょっと持ってない星5ワンチャン来ないかなーなんて。人助けこそ。この大陸にはいろんなで。何でも早いのが一番だよな。
私は。かっこいい貴族、それが僕。あとさ、ジョブも意外だったりするよね、なんか。私はね、盗賊がすごい好きですね。あの、これ原作やってる時から。いやー、これは爆死かな。はい。いや、画面暗くなるとなんか、あの、確定演出とか思っちゃうね。成立だな。いや、百連も引くの初めてかな。そんなことない？いや、そんなことあるよね。この大陸にはいろんな。さて、いい仕事。あ、ラウラ。結構星読んでも好きなキャラ多いんだよな。このゲームはそしてさ、星5引けなくてもさ強いのよ、みんな。そう、星4でも十分戦えるってところがね、あの、良心的なのかなっていう。ちょっとお湯沸きました、すいません。強欲かもしれないけど、アニエス以外の星子も見たいなーなんて。私はコニー。商談成立だな。私にふさわしい人。旅の中で。おお。君の話を聞かせてくれな。いい観客になってちょうだい。ああ、終わりかー。オッケーオッケー。次 4? オッケー。90連ってことだね。90連目。おおおおお。話は聞かせてもらった。何？持ってるも。持ってるよー。でもありがとうございます。今のがね、一番最初に引けた星5ですね。私リセマルしなかったんだよね。そう、一発目であれ引けてラッキーでした。でもさ、オクトラさ、キャラいすぎてさ、誰から育てようって悩むよね。まあ、星5引けたら星5から育ててんだけど、読んでも優秀な人いっぱいいるし、やっぱりこう武器種がね、かぶっちゃうとさ、やっぱこうまんべんなくいた方がボス戦とか有利なので、だからね、その星読んで誰をとかすごい悩む。なんか見た目、キャラ愛もあるし、でもやっぱ性能、スキルも気になるところだから。いやー、これアニエスかな。あ、これ黄色い、あ、関係ないか。魔物の気配を探りたいのか。ちなみに私がじゃないわ、私はあのオクトパストラベラーのテリオンが来たら、あ、え、誰、俺の神秘眼が必要かい。え、俺は持ってるよね。めっちゃ興奮したけど持ってるよね、確か。なんか見たことあるぞ。そうそう、あのオクトラからテリオンが来たらもうめっちゃ引く。もうテリオン絶対欲しい。私一番好きなキャラでした、テリオン。いい観客になってちょ。え、え、なになになに、誰。あ、あー、ニューカ、ニューカ、びっくりした、持ってるかと思った。ごめん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 。あ、テオね、オッケー、ありがとうございます。やったー、収穫半端ねえわ。薬は必要かい？飛び切りの薬があるけど、どうだろう。あの大薬師ポロニア印の薬だからね。効き目は保証するよ。ああ、
僕はポロニアの孫のテオ。よろしくね。なんか可愛い感じだね。はい、ということでありがとうございました。100連大収穫でした。はい、ということで交換所そうだよね、これでもうアニエスも交換できちゃうっていうことなんだよね。あの持ってなかったらね。だから実質配布だよね本当に。はい、ということで無事ねアニエス引けて、他の星5、おニューとしてはテオかなが引けたので、本当に大収穫な100連でした。まあこれをね無料で引かせていただいて本当にありがとうございます。はい、ということで、ちょっとね動画長くなっちゃったと思うんですけど、アニエス狙いで、100連引いてみました。はい、ということで今後もね、まあ、ちょっとこうストーリーを実況っていうよりは、まあなんだろう、ちょこちょこガチャ引いたりとか、なんかちょこちょこなんかバトルとか、まあそういう感じになるのかななんて思うので、ちょっと動画外でねぼちぼちやりますので、たまーに動画あげるのでね、よかったら見てください。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。